確かに速い。文字がなんか見やすくなってる気がします。このね、中にグリップチューブというゲジゲジみたいなが入ってるんですけど、次はね、マックスさんに来ました。マックスさんは去年も撮らせてもらったんですけど、電動工具などをいろいろ販売されてるんですけども、去年電動工具いろいろやったんで、今年はこのね、レタツインがちょっと気になったんで見てみようと思います。すいません、このレタツインなんですけど、はい、僕もこの3個前っていうんですかね、はい、この辺りを持ってるんですけどね、はい、これは新型ですか？そうですね。この変更点、バージョンアップ点というのはどういうところですか？スピードと文字の大きさが、はい、インジの大きさが大きくなってます。あーはー、ちょっと実際に触らせてもらっていいですかね、はい、どうぞ。ちょっとこれ実際に皆さん持ってる方、スピードを確認してみてください。僕 AAA と打ちまして、連続で15回ぐらいいきましょう。で、印刷してみます。印刷、これで今印刷が始まったわけですけど、あ、確かに早い。ちょっとこれね、持ってる人しかわからないと思うんですけど、確かに早くなってます。数打つときね、これ遅かったら結構イライラするポイントではあるんですけど、これが数値ですか？そうです。1秒で35ミリ可能だったのが、1秒で40ミリ可能ということで、1分で50個打てる。そういうことです。そんな、まあ1時間も作業してたらだいぶ変わってくるっていうことですね。で、文字が、あ、なんか見やすくなってる気がします。これが大きくなったんですか？そうですね。この太みがあるところですかね。はい、状態が変わりました。結構ね、やった僕電気工事なんですけど、はい、その年配の方だったらもうこれが読まれへんという方が多いんで、それはすごいありがたいことですね。でもう一つ注目したいのが、このレターツイン、これもマックスさんから出してるんですよね、はい、でちょっとね、今実際にね、電線がないんでちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、なんて言うんでしたっけ、グリップチューブっていう、このね、中にグリップチューブっていうゲジゲジみたいなのが入ってるんですけど、ズリ打ちないで、これはどういうことかというと、電線を皮むきして端子を上げる前にこう入れて、ピルピルってね、今までは落ちてきてたと。それがこいつがあることで止まるということらしくて、ちょっと僕もこれは触ったことないんですけど、一度やってみたいというか取り入れてみたいなと思いました。あと何か補足説明とかありますか？大丈夫、大丈夫ですね、はい、機能がまあこういう風に変わってますよということで、制御関係などでレタツイン使う方、買い替えを検討している方、こういう展示会に来たらね、触れますので、ぜひぜひ見てみてください。マックスさんでした。ありがとうございました、はい、こちらもボタン一つで、はい、もう圧着できますので、325スケまで圧着ができる工具です。オートリターンといいまして、圧着が終わると自動に引きます。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。